フィルター基礎講座フィルターギャラリーで写真を差し絵風に加工するこのレッスンではフィルターギャラリーと呼ばれるさまざまなフィルターを試せるこの UI を使ってフィルターを複数かける方法やそれらを調整する方法また取り消す方法などをご紹介していきます。それでは Photoshop を立ち上げてサンプルデータを見ていきましょう。こちらがサンプルのデータになります。 バラが写っている背景が白っぽい写真ですねえこちらを差し絵風、まあ、イラストとは言いませんけれどもちょっと抽象的なイラスト風の加工まで持っていけると良いかなと思います。 初めにレイヤーをちょっと確認しておきたいんですけれどもこちらをですね会計を切り抜きしておくと良いかと思いますので選択範囲のメニュー等から被写体を選択を選んでちょっと切り抜きを簡単にしていきましょう被写体を選択を選んでこちらですねはいバラが選べましたのでレイヤーマスクをかけて選択をしておきます。 次に右クリック等でスマートオブジェクトに変換しておくことをお勧めします、えー。今日の本題であるフィルターなんですけれども、これフィルターは原則としては一つのオブジェクト、一つのレイヤーオブジェクトには、えー、一度しかかけられません。何回もかけられるんですが、例えば一度かけたフィルターを取り消したりということが、えー、難しい機能だったんですね。だったというのは、 このスマートオブジェクトと呼ばれるオブジェクトが出てきてからは、それが一変しました。スマートオブジェクトと呼ばれるこの非破壊編集用のオブジェクト、このアイコンが目印になります。最近は配置した段階ですでにスマートオブジェクトになっていることも多いので、このアイコンを目にしたい方も結構いらっしゃると思うんですけれども、なってないという方は右クリックしてスマートオブジェクトに変換と。 いうところをこちら選択してあげてくださいこのスマートオブジェクトにしているとフィルターのかけ直しですとか順序を入れ替えるなんていう後からの編集にも強くなっているんですねそんな前提の下でフィルターメニューをご紹介していきますフィルターメニューの中には様々なフィルターがあります代表的なものとしてはシャープであったりぼかしというこちらの2つは非常によく使うので使ったことがあるよという方も多いと思います 今日のこちら本題になりますけれどもフィルターーギャラリーこちらを見ていきましょう。フィルターギャラリーを立ち上げますとこのように独自のウウィンドがが立ち上がりますこれ順番に見ていただくと分かるんですが白黒で適用できるものとカラーに適用できるものと2つ分かれています。でこれ白黒の適用に関して言うと一回これ戻りますがよいしょ。 例えばこちらの描画色と背景色、こちらの下の色が変わると、こちらのフィルターの色も変わったりしますので、えー、興味のある方は試してみてください。えー、もう一度こちら戻ります、えー。今日適用していくフィルターは主にカラーのものになりますので、先ほどまでのお話は本題には直接関係ないんですけれども、例えばこの塗料というもの、こちらを使ってあげるとブラシサイズをすごく、 緩くしてあげることで、えー、こう言ってね緩くしてあげることで少しディティールがこんな風にボケるというとちょっと違うんですけれども手で描いいたたよううななそういった質感になりますこれを少しぼかしてあげるとちょっとイラストっぽく仕上がってきますのでこの辺上手に使えると良いんですがポイントとしてはこれ元の ピククセルル数とこののアーーテティスティィスックないしフィルターの種類によっってて結構結構果が変わってきます今このサンプルデータはかなり小さいサイズになっているのでブラシサイズの値は小さくて済むんですけれどもこれがもっと増えてくるともう少し大げさにかけてあげる方がいいかもしれないです。でこのフィルターの下の部分ですね今「塗料」と書いてあるこちらよく見るとプラスのマークがあります。 これプラスのマークをクリックするとこの塗料のフィルターを2度掛けすることができるんですがこちらの項目は2度掛けというよりは、えー、むしろ異なるフィルター同士を組み合わせる時によく使うと良いと思います。例えばストローク。 と塗料を組み合わせるとこんな感じですねこの両者は割と似ているのでそこまで面白みはないかもしれないんですが例えばこのステンドグラスというすごく面白みのあるというかなんかこんな感じの模様ができたりとかするんですけどこれと塗料を組み合わせてみたりするとまた色合いが変わってくるのかなと思いますまあんまりねあのやりすぎると気持ち悪いと思うのでほどほどがいいかなと思うんですけれどもこんな風に異なるフィルター同士をこのプラスのマークを 使って、えー、調整するなんてこともできますので、えー、やってみてほしいなと思います個人的におすすめなのはこの先ほど最初からと選択しているこちらの塗料とあとつこの粒状というやつですね、えー、少しだけノイズを乗っけることができるので、えー、自然な仕上がりに近くなってきますこんな感じで密度を少し調整してあげると良いかと思いますそして OK をします するとこのように1つフィルターギャラリーというレイヤーができましたフィルターギャラリーダブルクリックすると塗料と粒、えー、状と呼ぶんですかね、えー、粒状と、えー、こちらの2つ書いてありますこちら再編集ができるよということで1つご紹介しましたこのフィルターギャラリーに関しては先ほどお話ししたような、えー、もう1つ例えばボカーシーとかシャープとかそういったものをかけると、えー、フィルターギャラリーとシャープというのが順番にかかります 例えばこれ上下を入れ替えることで結果が変わるなんていうケースも結構ありますので、えー、なんかちょっと変わったことをしたいなとか、いろいろ試してみたいなと思われた方は、この結果を入れ替えるなんていうことも覚えておくといいかもしれないですね。例えばわかりやすくすると、えー、モザイクをちょっとかけてみましょう。モザイク。 はい、モザイクがかかりました。今モザイクが上にありますのでこれ画面全体モザイクかかってますけれどもフィルターギャラリーがあってモザイクがかかっているとフィルターギャラリーに搭載されているちょっとノイズがかかったような効果が生かした を生かした上でモザイクがかかりますのでまたちょっと違うような雰囲気になってますよね、えー、ということでモザイクは削除してあげてフィルターギャラリーができましたという形になります、えー、あとはこの手書き風とまでは言いませんけれどもちょっとアナログに近いアナログとデジタルの間のようなこの効果に関しては例えばプラスの要素として、えー、ブラシツールの一つである混合ブラシツールというツールを使って、えー、この全レイヤーを対し チェックを入れててあげてですねよいしょ色をオルトキーでクリックしつつちょっとなじませてこうやってやると,、えっと私はちょっと油絵の経験はないんですが、まあ、油絵といいますか、えー、ちょっと絵画で描いたような、えー、こう引っかいたような色合いって言ったらいいんですかね色同士がこう混じり合うような形の色味を割と自然に出すことができます。こういった効果を加えてあげると まあ単純にフィルターかけましたよっていうフィルザ・フィルターっていうところから少し離れていきますのでより手書きチックになってくるかなと思います手書きチックにするという方法たくさんありますけれどもいわゆるセンスを問わないテクニックとしてはこういったものがありますフィルターを適用するというところが一つそしてフィルターの性質を理解するというところはもちろんあるんですがそれに加えて少しこんな感じでブラシでなぞってあげるとあ、フィルターだなというところからも一歩脱却で できると思いますので皆さんもぜひトライしてみてください